レインヒルトライアル、レインヒルトライアル、A、レインヒルトライオールズは、1829年10月に、リバプール・マンチェスター間のマージーサイド州、レインヒル、レインヒルで開催された蒸気機関車史の初期に名を残す競争のことである。リバプールマンチェスター鉄道が完成間近となった時、列車を牽引するために定置式蒸気機関を使用するか、 蒸気機関車を使用するかを決定するために、会社の幹部が競争を実施した。レインヒルトライアルは公開競争として実施され、候補となる機関車すべてが動く状態で見ることができるようになっていた。機関車が購入されるかどうかにかかわらず、競争の勝者には500ポンドの賞金が与えられた。初期の機関車技術者の有力者の中から、ジョン・ケネディ、ジョン・ケネディ、ジョン・ラストリック、 ジョンリー・ペス・ラストリック、ニコラス・ウッド、ニコラース・ウッドの3人が審判として選ばれた。競争に参加した機関車は、様々なテストと条件に従うことになっていた。多くの点で規則の改正がなされたが、最終的に以下のような条件となった。合計で10代の機関車が競争にエントリーしたが、1829年10月6日に、 競争が開始された時点で実際に参加できたのは5台であった。機関車は1日に2から3回の走行を行い、数日間にわたっていくつものテストを受けた。レインヒルの路線は1マイル以上にわたって完全な水平で競争を行うには最適の土地であった。サイクロペット号が最初の脱落者となった。サイクロペット号はベルトの上を歩く馬を動力源としており、 馬が機関車の床を突き破る事故を起こして脱落した。サイクロペット法に関しては、最初から失格だった。馬が走ろうとせず脱落、好成績を収めたなどと、様々な記述が存在し、正確な記述は定かでない。パーシバランス後が次の脱落者となった。競争に参加するまでの途上に、機関車が破損したため、バーストールは修理するために5日を費やした。 修理完了の翌日、10マイル毎時の速度を達成できずに競争から離脱した。バーストールは参加賞として25ポンドを得た。パーシバランス号も競技中に機関車が脱線し、脱落などといったような記述が存在する。サンパリール号は300ポンド1 3 6キログラムの重量オーバーであったため、最初から競争に参加させても良いのかという疑問が、 定されていたが、ほぼ競争の条件を達成するところまで来た。しかしながら、8回目の工程を終えた時点で、シリンダーに、ひびが入って脱落した。競争には脱落したが、リバプールマンチェスター鉄道は、国旗艦社を購入し、2年間使用した、あとボルトンリー鉄道、ボルトンリーレイルウェイへ、リースされた。最後に脱落したのは、ノベルティ号であった。 サイクロペットボートは、対照的に、ノベルティ号は最先端であり、軽量で他の機関車よりも高速であった。それゆえに群衆が最も好んだ機関車であった。競争の最初の日には28マイル毎時、時速45キロメートルに到達して、度肝を抜いた。後に、ボイラーの配管に欠陥が生じて、現場では時間内に直せなかったためく知られることになった。 にもかかわらず翌日も競争に参加したが、15マイル、毎時、時速24キロメートルに到達した時点で、再び配管に問題が生じて、競争を断念せざるを得ないほど機関車が損傷してしまった。このため、ロケット号が競争の条件を満たした、唯一の機関車となった。ロケット号は13トンの負荷を牽引して、平均12マイル毎時、 最高30マイル毎時で走行し、500ポンドの賞金を獲得した。これによりスチー・ブンソンは、リバプールマンチェスター鉄道と、蒸気機関車製作の契約を交わすことになった。2002年に、レプリカの機関車を用いて、レインヒルトライアルの再現が行われた。サンパリール号、20回中11回もノベルティ号、20回中10回、 工程を完全にクリアすることはできなか。速度と燃費を計算すると、ロケット号が最新の技術により他の機関車より高い信頼性を持っていたために、公正に考えて向かっていたであろうということが判明した。ノベルティ号は燃費の観点ではほぼ合格であったが、ひどこのデザインに問題があり、石炭灰の誘着、クリンカーと呼ばれるをもたらして、空気の供給を遮断するために、 次第に遅くなって、最終的には止まってしまうという欠陥が出た。再現は、ウェールズ、ウェールズの、ランゴーレン、シャンゴションで、BBC のドキュメンタリー番組、タイムウォッチ、タイムウォッチによって行われたものである。テレビ放映の都合上の妥協や、乗務員の技量の際、使用された燃料、現代の安全規則に適合させるために、レプリカに加えられた変更。 現代の工作技術や運転技術など多くの差異があるため、再現はそれほど厳密なものであるとは言えず、1829年のオリジナルの機関車とは、どの機関車においても大きな差異がある。ただし、機関車間の厳密な比較は、こうした際も考慮に入れた上で行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。